とことん家に来る、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー攻略、やっていきましょう。今回はね、これ、覆われた怒りを使って、攻略ですね。10回の報酬で取ることができます。今回の21回のボス、めんどくさいんだけども、怒りがあると、結構楽にいけます。はい、これコメントで教えてもらったんだけども、ありがとうございます。怒りでいきましょう。10回で怒りを取って、すぐ次の回で、ユニーク商人がいますので、ここで覆われた怒りに変えることができます。で、これエンチャントがすごくいいんですよね。最終的には追い打ち、吸血、虚無という感じにしていきましょう。まずね、俺は虚無からつけていきますね。虚無からつけて、で、追い打ちと、吸血か。あれを1ずつ入れる感じにしてます。はい。で、途中のボス、イリュージョナーを、これで結構簡単に倒すことができるので、俺はかなりおすすめしたいね。本当にね、イリュージョナーとかが、めちゃくちゃ簡単になる。あー、ちょっとブラインドもらっちゃったんだけども。もらわなかったら、もう伸びは倒してた頃かな。うん。このブラインドがめんどくさいなもんね。あいつは。しゃ。はい、終わり。やっぱりね、虚無と怒りの相性ってめちゃくちゃ良くっていいんですよね。で、道中がちょっと難しいかなって俺も思ったんだけども、そうでもない。うん。スパイダーアーマーの、攻撃速度 25% アップ。これとの相性がやっぱりいいね。うん。まあ、ちょっと弱いキノコみたいな感じで使っていけるので、まあ、基本的には、近接攻撃よりも弓で攻撃することが多いんだけども、まあ、いざとなったら近接でも使っていけますよっていう感じです。まあ、今回、結構矢が余りがちになるじゃないですか。矢がね。なので、もう全然、余裕です。うん、矢の数は全然余る。よし、オッケー。で、タワーガードは一応ね、弓は使っちゃダメなので、それはもちろん分かってますよね。あいつはもともと変更がついてるので、弓で攻撃をしてはいけません。まずは、怒りでね、ガシッと打ってやれば、そのまま、毒ダメージで倒すことができると思います。あと、あ、終わりか。13回クリアいきましょう。で、装備も基本的にはスパイダーアーマーと覆われた怒り、この2つは固定で、弓を、ちょっと強くしながらいくといいですね。バーストクロスボウでもいいんだけども、俺はこっちが、マルチショットがついてるので、こっちの方が、うん、使いやすいかな。まあ、人それぞれだと思うんだけどね。弓の使いやすさっていうのは。それは、あっちの方をおすすめします。待て待て待て。凍結が来るとね、一気にこの、よし。怒りの使いにくさが出るんだよね。凍結は本当にいかん。なので、やっぱり基本的に弓で、戦うべきなんでしょうね。うん、怒りは振らずに、それが無難です。おっしゃ。で、弓でも回復するんで、 HP 6% 吸収でめちゃくちゃいいですよ。よし、これで終わりかな。6ダメージで倒せます。どんどんいきましょう。んで、パワーシェイカーですね。で、ここは下の方に、イリュージョナーが出てくるので、下のイリュージョナーが先ですね。オッケー。よし、オッケー。もう速攻よ、速攻。めちゃくちゃ簡単に倒すことができます。うん。やっぱボス戦には、この覆われた怒り、最高だね。本当に最高。で、雑魚戦は、まあ、いつものごとく、
弓で基本戦っていきます。まあ、隙あらば、怒りを振っていっていい。特に、ここの場合だと、段差がね、結構使えるのよね。なので、段差の上から攻撃するとか、この辺から。そうすると結構安全に、敵を倒していけます。ここ当たるって当たらないよな。うん。しゃ。こういう強めの、ネクロマンサーとかも全然倒していけるんで、お得ですよね。よし。いいんじゃない?よし。OK。お、結構効く。まあ、スパイダーマンはね、あんまり耐久力はないんで、まあ、そこはお察しの通りですよ。うん、耐久力はないので、一応気をつけながら戦っていきましょうね。よし。結構弱点多いよね。よし。まず凍結にかかっちゃダメっていうのと、耐久力がないので、火ダメを抑えていかなきゃいけない。よし。もうちょっと倒しておしまいです。弓がね、今回全然出てはないんだけども、まだ236本か。全然ありますよね。今回は矢はそこまで減りません。減らんっていうかもう21回までなので、そんなに使いません。で、マルチショットはついてないんだけども、俺は一応変えていく。うん。一応ね。ないならないでいいんでしょうけど。ここ結構きついんですよね。ここは結構きついので、一応、強力な弓に変えていってます。んで、基本的には弓をずっと打っとく感じ。うん。それが安全です。しゃあ!結構見えないところからね、打っとくと、勝手に倒してくれるんで、お得ですよね。よし。オッケーかな。あとは下何体か行って終わりか。もう弓だけでオッケーです。まあ近接で行ってもいいんでしょうけどね。はい、17回クリア。次行きまーす。はい、行きましょう。ボールもね取りたいとこですけども、ボールはねもう本当にこの 25% の攻撃力アップ、もうこれが神です。これが神、本当に強い。でここは、ネクロマンサーが出てくるんだけども、怒りがあれば十分勝てます。あぶねあぶね、攻撃が途中で止まった。よし。でこっち側のネクロマンサーとかはこの船の上から攻撃してやるといいですね。うん、段差を使っていきましょう。ここも段差使って倒していくと結構楽ですね。ここか。しゃ。お、矢が今回ここは出た。うん、これだけあれば十分です。途中で最後の最後に爆発の弓、あれに変えていくんですけど、あれでもまあまあ100本以上使えるぐらいはあるんではないでしょうか。はい、18回終わり。ここだね。爆発です。で、ここは、ネクロマンサー出てくるんだけども、まあ、そんなに問題はないですね。虚無さん入った、覆われた怒りはものすげえ効くので、まあ、それだけで倒していきます。あぶね!はい。しゃあ。まあ、耐久力だけね、若干注意して、やっていけば、問題ないと思います。終わり。よし。矢が出たけど、まあまあまあ、いらないでしょう。では、商人が来て、その後に、ボスです。で、全然ね、防具を上げていっていいのよ。防具を。
うん、耐久力上げていいんだけども、まあ、俺はもうここは怒りを上げます。もう怒りで速攻倒す、そういう感じですね。やっぱねダメージが全然違う、本当にダメージが全然違うので、いきましょう。で極力なら蜂は出さない方がいいです。うん、慣れてるな蜂は、あー出さない方がいいですね。の方が、ああ虚無ダメージが結構入るので、これは蜂をあまり出さない方がいいかなと思います。まあ確かにあの耐久面はねものすごく不安になるかもしれないけども、攻撃力はもう抜群にありますので、ぜひね慣れてる人は OK 使わずに行ってみてください。そこだ OK。 あー倒しきれはしないかな。あでももうおしまいですね。はい終わりでーす。終わったよね。あれなんかザコがいる？ん？どこだ？多分どっかに、あ、いたいた。そんなとこにいたのか。はいでは倒しましたね。今日はこれタワーを覆われた怒りで行ってみました。道中もそんなにね難しくないので、10回の報酬で覆われた怒り取ってみてください。スパイダーアーマーとの相性が抜群で、まあまあ行きやすいと思いますよ。エンチャントは追い打ち、虚無、吸血、まあこれで間違いないかなと思います。はいでは最後に報酬を見て終わりましょう。今回報酬結構ねいいのが出る。おー、まあ、重力はいらないけども。あー、ダメね。いまいちです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。